ちょっと聞いてよ、ゆか。私の彼氏ったらマジでありえないんだけど。私という彼女がいるのにね、いきなり他の女と結婚するとか言い出したんだけど。え、他の女と結婚ってまさか浮気してたってこと？そうなの。こんなのってありえないよね。彼氏を奪われるなんて人生初なんだけど。そうだね、それはひどい話だね。彼氏って確か職場の人だよね。同じ部署の先輩なんだっけ？そうそう、その彼氏。しかも何が一番最悪って、彼を奪った女が知り合いなんだよね。え、そうなの？うわ、それは悲しすぎるよ。私を捨ててその女に走った彼もひどいけどさ、でもやっぱり友達の彼氏に手を出した知り合いの方がひどいよね。しかもその二人、今度結婚式までやるっていうの、もう本当にムカつくんだけど。友達から奪っておいて結婚式まであげるなんて、その友達も彼もなかなか肝が据わっているわね。感心してる場合じゃないんだよ。だから私絶対に二人の式をぶち壊すんだ。私を傷つけておいて幸せになろうなんて許さないんだから。絶対にあの二人をギャフンだ言わせてやるんだから。ちょっと一旦落ち着きなよ。気持ちはわかるけど、式をぶち壊すなんて逆に心配だよ。そういうのって美穂の方が慰謝料請求されちゃう可能性もあるんだよ。それはきっと大丈夫よ。略奪女といえど一応は友達だもの。友達慰謝料請求なんてできないでしょ。そうかな。それに向こうが私から彼氏を奪ったのが悪いんだし、自業自得。式場に突撃とかそんな過激なことはしないつもりだし、ちゃんと私だって冷静に考えているんだからね。じゃあ何をするつもりなの？てっきり突撃かと思ったのに。あははは。略奪女と知り合いなのを逆手に取るのよ。こっそり友達みんなに根回しして、全員に欠席をお願いするの。友達みんなも略奪子になって祝いたくないだろうし。私は善意でご祝儀を無駄にしないように連絡をするだけ。これぐらいなら慰謝料請求なんてされないでしょ。なるほどね。ねえ、どうよこの作戦は。ゆかも今度結婚式を控えているでしょ。もし友達が誰も来なかったらって考えるとどんな気持ちになるかな。ゆかもそこそこ広い会場でたくさんの人を呼ぶんでしょ。うん、そのつもり。だから今一瞬想像しただけでもものすごく悲しいよ。っていうか、いろいろと複雑な気分になってきちゃった。ねえ、そんなことをする前に二人と話し合いとかできないのかな。結婚式にはそれなりのお金をかけてるはずだろうしさ、このままじゃ恨んで恨み返されてで終わりがないんじゃないかな。なんであんたがビビっているのよ。あ、もしかして実は何か思い当たる節がある感じ。もしかしてあんたも実は略奪婚だったりとか。そんなわけないでしょ。冗談でもそんなこと言うのはやめてよね。なら私を止める必要なんてないよね。だって略奪する方が悪いんだもん。私は友達だろうが幼馴染だろうが誰だろうが、大切な彼氏を奪った女には容赦しないんだから。ゆか、康介くんから連絡あった？彼から何か事情は聞いた？いきなりどうしたの？康介からも特に連絡ないけど。じゃあ今すぐ連絡してあげて。その時はできるだけ彼のそばにいてあげて。実は今日急に彼に地方移動の話が出たのよ。地方移動？このタイミングで？その会社に匿名のメールが送られてきたのよ。もうすぐ結婚予定の康介くんは二股男です。被害者の子は会社内の子で遊び捨てられてかわいそうですって。もちろん誤解しないでね。康介くんはそんなことするような人じゃないし、それは彼の同僚でありゆかと友達の私が保証するから。今同じプロジェクトでほとんど一緒に行動してるけど、忙しすぎて社内の女の子にちょっかい出す暇なんて一秒もないから。ありがとう、沙織。私もコウスケのことは少しも疑ってないから大丈夫。ならよかった。他の同僚もみんなからも信頼厚いし、社内も悪質な嫌がらせだろうとは考えているの。ただその、面倒なことに部長だけが疑っているんだよね。コウスケくんは仕事の気遣いもできるから社内ですごく可愛がられているの。それを偏屈じじい部長は前から気にならなかったみたいでさ。これ見よがし、みんなの前で怒鳴り散らしたんだよね。
火のないところに煙は立たない。事実無根なら証拠を持ってこい。ってそんなの悪魔の証明みたいなものじゃない。それでその私もかばったんだけど、逆に火に油を注いじゃって。お前はこいつの二股相手か。とんでもない遊び人男は地方にさせんだな。ってそんな、ごめんね、私が余計なことをしちゃったから。沙織が謝ることじゃないよ。むしろ目の前でかばってくれて康介もすごく嬉しかったと思う。ちょっと私から彼に連絡入れてみるね。あんまり弱音を見せない人だから助かるよ。結婚式はもう週末でしょ。他の先輩が気を利かせてそれまで有給にしておいたの。だからゆかができるだけそばにいてあげてくれないかな。あまりのショックで康介くん早退したんだよね。もう会社中みんな彼のことを心配しているの。沙織も先輩も心配してくれてありがとう。じゃあちょっと私から康介に連絡してみるね。教えてくれて本当にありがとう。どうよ今日の結婚式は。今頃は友達が誰も来なくて青ざめているところかしら。残念だけどあんたの結婚式には友達みんな来ないからね。最低な略奪婚なんて誰もお祝いしたがらないっつーの。ちょっとミホ、誰も来ないって一体どういうこと。ユカが全部悪いんだよ。あんたが私の彼を奪ったから。あんたみたいな略奪女の結婚式なんて台無しにされて当然よ。ちょっと略奪女ってどういうことよ。まさかミホの彼氏を奪ったのが私だって言いたいの。そうよ、あんたの結婚相手のコウスケくんは私の彼氏。職場でみんなに隠れてずっと愛を育んでいたのに。なのによくもその愛を踏みいじってくれたわね。コウスケが。それにしてもこの間の LINE はすごかったわね。一切動揺を見せないし最高の悪人ぶりだったわ。あんな堂々と白を切れるなんて逆に尊敬しちゃうくらいよ。ちょっと待ってよ、全然意味がわからないんだけど。美穂の彼氏は職場の先輩って言ってたよね。ってことは美穂は康介と同じ会社勤めってこと。そうよ。3年前に康介くんの会社に派遣されたの。そこから私たちは急接近して付き合い始めたんだから。3年前から。ちょっと待ってよ美穂、一旦落ち着こう。私と康介はもう5年も前から付き合っているんだよ。だからその美穂が彼と付き合い出すなんておかしいと思うんだけど。おかしくないでしょ。実際に私たちは付き合っていたもん。朝から晩までずっと一緒にいたの。いや同じ会社にいるんだからそりゃ一緒にいるでしょうよ。それだけじゃないもん。康介くんはいつも私にだけ優しかったもん。髪を切ったら気づいてくれるし、私が仕事で困っていたら助けてくれるし。こんなの恋人じゃないとできないでしょ。それがコウスケはしちゃうんだよな。その細やかな気遣いが彼のいいところなの。勘違いする気持ちもわかるけど絶対に付き合っていないと思うよ。勘違いじゃないって言ってるでしょ。私たちは3年間も社内で隠れて付き合っていたの。彼は人気の社員で私はただの派遣だから。だからそんな私が周りからやっかみを受けないように彼の優しさでずっと隠れて付き合っていたの。ああ、彼の優しさね。なのにそれを利用してこんな堂々と奪われるなんてね。私たちの関係を誰も知らないのをいいことに。あんたは私からコウスケ君を奪ったのよ。最低だよ。幼馴染の彼氏を奪うなんて。もうどこから突っ込んでいいのかわからなくなってきたわ。でもとりあえず言えることは私は略奪なんてしていない。そしてコウスケも二股なんてする人じゃない。あと最後に確認したいんだけど、会社に匿名のメールを送ったのはミホなんだよね。ええ、私が送ったわ。私をもてあそんだ彼のことも許せなかったからね。だからもてあそんでいないってば。ミホの勘違いの暴走のせいでコウスケは地方左遷の危機なんだよ。一体どうしてくれるのよ。そんなの知らないわよ。私をもてあそんだ男がどうなろうがどうでもいいわ。っていうか地方左遷の前に今日の結婚式を心配しなさいよね。せっかくの結婚式に友達が誰も来ないなんて本当にかわいそう。まあでも私としてはいい気味だけど、人の彼氏を奪うからこうなるのよ。ざまあみろ。はあ？これは私の彼を奪った罰よ。あんたの結婚式なんて友達全員欠席だから。友達一人も呼んでないけど。
いい気味だとか勝ち誇っているところ悪いけど、そもそも結婚式には友達の一人も招待していないから、私たちの結婚式はお互いの身内しか呼んでいないのよ。そうなの？でも広い式場で結婚式するんでしょ？なら普通は友達をみんな呼んで盛大な結婚式のはずでしょ？それも考えたけど、想像以上にコウスケの友達が多すぎたのよね。あんたが勘違いしちゃったように、コウスケって気遣い上手で人たらしっていうか、とにかく友達が多いのよ。出席者リストを作っただけでも友達100人呼びたいとか言い出すくらいなんだから。友達100人？さすがに私はそんなに呼べないし、コウスケもコウスケで友達を厳選なんてできないとか言い出してね。それで結婚式はいっそ友達0人ってことにしたのよ。でもじゃあなんで広い式場なんて選んだのよ。確かガーデンウェディングよね。幼馴染の力を駆使してあたるお母さんから聞き出したのよ。そこそこ広くて身内だけの式にしては豪華すぎるわ。そこまで聞いていたなら全部聞き出しておきなさいよ。私たちはお互いの親族と一緒に、皆さんが飼ってるワンちゃんも招待したの。だから広いガーデンウェディングを式場に選んだのよ。ワンちゃんも招待した？実は私とコウスケが出会ったのは都内のドッグランなの。お互いにワンちゃんを飼っていて、そこから親族もみんなワンちゃん大好き家系だって話で盛り上がってね。どうせ友達を招待しないなら、いっそ面白い式にしちゃおうって決めたのよ。それがワンちゃんも招待するってこと？そういうこと。だから必死に私たちの結婚式に行くなって友達に連絡しても、全く意味のない行動だからね。逆にみんなは、招待されてないんだけど、って戸惑ってただけだと思うな。むしろ私の友達に連絡して誰か返信来た？略奪婚だって教えてくれてありがとうって、そんな連絡は一つでも来た？来てないわ。言われてみれば誰からも返信も来てないし、待って、既読すらついてない人もいるんだけど。全く相手にされてないじゃん。じゃあそろそろ結婚式始まるから私は行くね。コウスケとの結婚式楽しんできます。いや、びっくりしたよ。まさかあの派遣社員がゆかの幼馴染だったとはね。私もびっくりしたよ。コウスケと同じ職場にミホがいたなんて。幼馴染とはいえ中学卒業後はバラバラだったからね。やりとりはしていたけど、お互いの仕事とかはあまり話してないの。まあ私も幼馴染はいるけど、そんなものよね。たまたま近所に住んでいた同年代の子ってだけだし、大人になっても連絡を取り合ってる方が珍しいくらいでしょ。そうなのかな。にしても本当にいろいろとびっくりよ。人との距離が少し近い子だとは思っていたけど、まさかコウスケ君と付き合っていると思い込んでいたとはね。ね、びっくりだよね。誰よりもコウスケが一番驚いていたよ。一緒に働いているけど業務上の会話しかしたことないんだって。雑談すらろくにしたこともないって言ってたわ。とりあえず美穂さんの勘違い暴走の件は会社に報告しておいたからね。地方作戦の話も完全に白紙になったと思っていいと思うわ。むしろ今は部長の方が地方作戦の危機だから。そうなの？実は美穂さんと部長に私的なやりとりがあることが分かったのよ。コウスケ君を地方左遷できたら、私を派遣から正社員にしてくださいってお願いしていたみたいでね。上は、ろくに調査もせずに左遷を決めるとは何事だ。で、ブチギレ。美穂さんとのやりとりもバレて、今だいぶ青ざめているわ。当事者の美穂自身はどうなりそうなの？そんな状況なら美穂も会社に居づらいよね。もちろん、派遣会社に伝えて今月限りで契約解除よ。多分あんたたちが新婚旅行から帰ってくる頃には美穂さんと部長の席はなくなってるんじゃないかな。だから安心して出社してねって伝えておいて。彼に伝えておくね。沙織や会社の皆さんには心配をおかけしたし、新婚旅行先でたっぷりお土産買ってくるね。はい、それじゃ新婚旅行楽しんでね。
ふざけんじゃないわよ。なんで私が仕事を失わないといけないの？契約解除どころか、派遣会社からも首を言い渡されたじゃない。もう問題を起こす人はいらないって。あんたのせいで私は無職よ。一体どうしてくれるのよ。もうってことは、もしかして前科があったってこと？美穂、あんた他のところでも勘違い暴走していたの？うるさい。その話は今どうでもいいでしょ。とにかく私はあんたのせいで何もかも失ったのよ。康介くんも取られたままだし、仕事も失って無職だし、こんなの絶対に許さないんだからね。そんなこと言われても自業自得でしょ。それに許さないのはこっちのセリフ。特に私よりも一番の被害者である康介はすごく怒っているからね。美穂のこと名誉毀損で訴えるって言ってるわよ。え？訴えるって訴訟ってこと？そう。会社で言われない疑いをかけられて本当に悲しかったみたい。悲しくて悔しくて今は怒りしかないって言ってるわ。たっぷり慰謝料請求されるだろうから覚悟しておきなさい。え？慰謝料も？康介ったら今まで見たこともないくらいに怒っているのよね。こんなことされて絶対に許さないって言ってるわ。友達みんなに相談して作戦も練っているみたい。作戦？コウスケ友達がすごく多い人だからさ、弁護士や警察官、他にもいろんな人がたくさん相談に乗ってくれたみたい。友達も俺たちのコウスケは傷つけられたんじゃ黙っていられないで、妻の私がびっくりするぐらいの団結力よ。それと私ももうあんたの両親には全部話してあるから、これから訴えることも慰謝料請求することも全部話してあるの。だから後で親に泣きついても無駄だからね。一切の援助はしないって約束させてきたんだから。嘘でしょ。待って、親にまで全部チクったの？ご近所同士だし、小さい頃は家族ぐるみで遊んでいたじゃない。知らない仲じゃないんだし教えておいた方がいいでしょ。嘘でしょ。待って、親からめちゃくちゃ連絡が来てる。どうしよう、こんなの怖くて電話にも出れないよ。それじゃああとは弁護士を通じて連絡するね。私の大事な夫を巻き込んだこと絶対に後悔させてギャフンと言わせてやるんだから。コウスケは弁護士をやっている友達の中でも特に優秀で実績があると言われている方に依頼し、美穂を名誉毀損で訴えました。そしてそんな康介に対し、美穂は弁護士も立てずに一人で立ち向かった結果、示談という形で数百万もの慰謝料を支払うことになりました。もちろんそんな美穂に対しご両親は一切助けない、自分で責任を取りなさいと突き放し、美穂は今新たな派遣先と夜のお店のバイトでなんとか分割で支払っているようです。ちなみにそんな康介を地方左遷にしようとしていた部長はその後、部長自身が左遷となり、康介は快適な環境で働けているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。